こんにちは、シュです。今回もお友達コレクションやっていこうかなと思います。で、見て右上、今ね朝7時18分なんだけど、結構似てんだよね。チャーシュー、漆黒のマサ、リンちゃんで、割とね夢見てる人多いね。夢ってね、あんまり見れるもんじゃない。でなんでこれガンミじゃねえか。やめろ、嗅ぐな。そう、夢ってあんま見れるもんじゃないんだけど、結構ね、ほらこれ電気つけながら花澤さん寝るタイプなんだよ。割とバケモン。わー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 、おーすげえ。これ部屋入るじゃないのに坊ちゃんボイスやね。おーしんちゃん、ほらすごいでしょ。5人ぐらい夢見てるんだよ。なんで一人一人まず見てこうかなと思います。チャシはね寝てるけど別に夢は見てないんだね。ほら見て、これこの壁紙10万したからね、めっちゃ高かった。まず漆黒のマスから見ます。やばーわーやばーわー。今までなやめろお前、そこでなんか使ってくんじゃ、私アピールしてくんじゃねえ。本当にもうこれだけ漆黒のさのツンデレ感がね嫌いにならないんだよね。なんだったんだ、こっちが痛えわ。で、次リンちゃんいきます。リンちゃんなんとね、前回パート右上見てください、日村さんと付き合ったんだよね。なんで今めちゃめちゃテンション高いと思う。聞きます。火の中、水の中、草の中、森の中、ララ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 、スカートの中。リンちゃんのこの迫真の表情初めて見たね。で、次花澤さん。花澤さんあれだね、電気つけながら寝るタイプ、たまにいるよね、電気つけながら寝る人。花澤さんの夢は、ねえねえ聞いてよ、これよくわかんないんで、これ何なの。オリムリーダーのたけしと BBA が二人で将来について語り合ってたよ。こんな絶対だだけに牛にやろうしてみます。ハゲイビーボイしてカゴナリルミド。お、みんな大好き伊藤さんも夢見てる。伊藤さんね、戦隊ものが好きって前のパートぐらいで分かったんだよね。今回どんな夢。ん、みんなすげえ、マサ夢感がすごいね。何今の、あれか、ネズミの気持ちか。ネズミもなんか餌こうやって釣られて捕まるみたいな、なんかトムとジェリーでやってない、そういうの。皆さん見てください、ついに翔子がね恋したね。今ね彼女いない人がこの伊藤コレクションに3人いるんだよね。 B4 って呼ばれてるんだけど、 B4 のメンバー、バケモンの方ね、チャーシュー、あとワイルドタクシーで、もう一人がボーちゃん。この3人だね。この3人以前まで4人いたんだよね。日村さん入れた B4 だったんだけど、今 B4 3人になっちゃって、バケモンの方が坊ちゃん、ワイルドタクシー、チャーシュー、この3人しかいない。私ねちょっと前ね、なんか2019年世界の美しい顔100人みたいの見たね。あれも B だよね。ビューティフル100人、ビューティフル100とバケモノ4、同じ B なのにここまで違うんだね。バケモノとビューティフル、いけます。この3人の誰かでおってほしいな。いや、めちゃめちゃ思い上がってる。聞きます。いや、しんちゃんはもういるんだよね。誰か知ってる、しんちゃんの彼女誰かっていうと、いやでもこれ奪うっていうのもありなんじゃないかな。いや、これ奪うから必死に行った方がいいと思う。どこでこう、いやでもこれさ、結局やめといてって言っても落ち込むんだよね。それならどうせ落ち込むぐらいならさ、告白した方がいくない。当たって砕けるじゃないけど。違います。来ました。逮捕しちゃうぞ。私と砂浜で追いかけっこする関係になってください。いけー。そうそう、えお前、花澤さん裏切んの早っ。えおいお前、お花澤さん、えあれ花澤さんしんちゃんだったよね。こんなことあんの、びっくりした。あ、やっぱあれだ、あの逮捕しちゃうぞが聞いたんだろうね。これ花澤さんどうなってんの、落ち込んでる。いや落ち込むよね、それ落ち込むよね。フラ、うわ疲れてますかね。いやいやいや、これでもこれ誰悪いんだ、まあ、誰が悪い。いやほらね、
楽しかったあの頃はもう帰ってこないんです。やめろ花澤さん、花澤さんまだ B4 のメンバー残ってるから、 B4 のメンバーいるから大丈夫だって。この景色よりも君が綺麗だよ。え、なにこれ。嬉しい。どうして君はそんなに美しい。お腹の栄養。面白いねこの会話、二人の。もうちょっと見てみようか。これ言葉変わんのかな毎回。同じ。花は君がいれば人生はバラ色だ。お腹は美人ね。なぎさのヴィーナスね。なんか煽りに聞こえるんだけど、なぎさのヴィーナスはさすがに煽りでしょう。煽りじゃないのかね。いやすごいいいねこれ、言葉すごいいっぱいボキャブラリーあるね、語彙力がすごい。あ、終わった。花沢さん、何しんちゃん、好きだよ。お、このなんだ過去のイチャイチャシーンをずっと見せられてんのか。たまた新しいシーンあんじゃないかな、このパジャマの次。うわー、いやでもね、翔子はね、すごい性格がいいらしいんだよね。なんでしんちゃんもこれは苦渋の決断だったと思うよ。この花沢さんの、花沢さんじゃねえや、翔子の溢れ出る性格の良さ、まあしょうがないねこれは。もうほっとも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 っと、うわ、ホットモットの宣伝すげーするな。ホットモットに聞こえないこれ。なんかねもうね変わんないね、これだけで次のシーン進まないで、これで終わりなんだと思う。お、まだある。あ、逮捕しちゃうぞ。ねえ聞いてよ、今さっきチャーシューが、なんだ、募金してた。おお、いや好感度爆上げ。こ知らないところで褒められてるの気分いいね、気分がいい。ねえねえ聞いてよ、この前寿司も食べたよ。わあ、ねえねえ聞いてよ、さっきの旦那自宅のギャグも披露して。それは見たい、それは純粋に見たい。坊ちゃん自ギャグギャグさすがに見たい。いやそれしゅんちゃん食いついてるもんね。カスカベ防衛隊のメンバーがこれないつまで続くんだろう。あ、終わった。うわかわいそう。楽しかったあの頃を思い出して、うわうわ超、いやこれでもしんちゃん悪役、いやこれちょっとどうしようかな。いやこれ旅行券あると一発で治るって言うんだよね。ちょ旅行券待ってる花さん、みんなから旅行券もらってくるから。ただ超本人はテンション高いじゃん。おこの二人仲いいね。なんか恋人同士って割と一緒に、この二人確か恋人、うわいいねこのクリスマスに向けて。お前のせいで落ち込んでんだぞ花澤さん。うわなんかかわいそうになってきたね。見てもじもじマークがね下に二人しかいないんだよね。なんでなかなか、うわすげえこの二人も付き合ってんだよね。いいねこの足をヒュ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 やる感じ。この二人から何としても旅行券を私ゲットしたいね。私今旅行券もらおうと思って頑張って探したんだけど、そういえばこのゲーム大好物あげると一気に治るなと思って、なんで餃子あげてみようか。餃子これですげえもう治るんじゃないかな。でも私ね前コメント欄見たらすごい衝撃受けたんだったね。化け物花沢ってコメント欄に書いてんの、ひどいよみんな。花沢さんそんなこと言わないであげてよ。もうよくそういうこと言えるね本当に。もう花沢さん可愛いからね。いやどうこれ、いやーすごい花沢さんさすが。お礼にこれもあげます。お礼くれんの花田さん。花田さん、いや、すごい、めちゃ、すごい優しい。旅行券までくれて、今、花田さんの、その、人気度、今、多分この伊藤コレクションのトップレベルだったね。しんちゃんの好感度下がってんのかな。うわぁ、なかなかこの B4 のメンバーはモテないね。やっぱ本当にモテないんだろうね、ワイルタ騎士とチャーシューと坊ちゃん。チャーシューなんて一番最初に作ってるからね、そろそろなんか告白されてもいい感じ。いや、でも私ね、自分から
行きたいなみたい。あ、最後ニュース見て終わろうか。そう、たまにこれニュース見た方がいいよって言われるんで、ニュース見て終わろうかなと思います。50年後に、うお、いいね、タイムカプセル。それぞれが持ち寄った思い出の品を一つずつとプッシュケースに入れていきました。私も入れたギャルさんは開けるのが今から楽しみ。いや別にそんな楽しみじゃねえだろ。畑タイムカプセルは50年後に掘り起こされるとのことです。マジのみに聞きました。もっと面白いやめろやめろ、確かにちょっとつまんないけど、いつもミーニュースを楽しみに。うわ、さすが私、このね、相手を褒めるっていうプライド精神で、ね。いやでもさ、私タイムカプセル埋めてみたいな。なんか昔ドラえもんのか、なんかサザエさんか忘れたけど、そういうアニメでタイムカプセル埋めてたのあるけど、実際に埋めたことないね。なんか面白そうだよね、実際に埋めてみると。よし、やろうか。